午3時ティータイムのお時間となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。キャストの栗原です。ここからの10分間は特別番組お茶以降をお送りいたします。この時間はお客様からの投稿で成り立つ特別番組となりますので、ぜひ QR コード出てくるかと思いますので、ぜひ読み取っていただいて、じゃんじゃん投稿をしていただければと思います。出ました、ドーンとね、出るパターンと出ないパターンで、毎週ですねテーマを設けておりまして、そのテーマに対しての投稿をお願いしてるんですが、今週はこちらです。今まで驚いたびっくりしたこと、広いテーマですね。いくらでもありますよね。いろんな驚いたサプライズありますから、っていうテーマで投稿をお待ちしております。もちろんそのテーマ以外でもショップのこと、キャストのこと、番組のこと、テーマ以外も受け付けております。どしどしご応募ください。投稿が採用された方にはこちらの特製ステッカーをプレゼントいたします。では早速いっぱい届いておりますのでご紹介してまいりましょう。1人目はこちらです。スコちゃん様、ペットショップで出会った一目惚れの子猫、誕生日を見てみたらまさかの私と同じ、びっくりしました。運命を感じ即決で家族に迎えました。すごい、まず一目惚れできる子猫との出会いがやっぱりびっくりだったら嬉しいですよね。そしてやっぱり見て誕生日一緒はもう決定的でも決まりですよね。やっぱなんかこうどうしようかなっていう時でも、なんか自分と同じシンクロするものの時ってやっぱり心動きますし、その出会いに驚いて感謝しますよね。素晴らしい、いい出会いですね。きっと家族皆さんでいい時間を過ごされていると思います。ステッカープレゼントします。おう、じゃあ行こう。では続いてお二方目です。あずちま様ですね。はい、ありがとうございます。今まで驚いたこと、娘が小さい頃動物園で娘と全く同じ格好をした女の子と遭遇したことです。帽子、服、サンダルとそれぞれ違う店で購入したにもかかわらず全身全く同じ、お互い親子でびっくり、一緒に写真を撮りました。すごい、これはちょっと、おっちゃっちゃちゃですよこれはね。だってあの一部ね、こうお帽子とか洋服トップスだけってまああっていいと思いますし、普通だと思うんですけど、これだってある意味全身コーディネートが一緒だったところですよね。ねえ、油断したらちょっと、あ、間違えちゃったみたいな、ね、あ、うちの子じゃなかったみたいなということはありえますよね。で呼んでちょっと連れてきたら違かったとか、それぐらい、まあ、やっぱ写真撮っちゃうっていう、やっぱこれ記念ですよね。全く一緒ってね、なんか確かあと双子の方とかねやったりしますけど、なんかそんな感覚になりますよね。これはね、ちょっとなんか大人になってからもまた出会ってほしいですね。一緒だったねって、もう無理だと思うんですけど、はい、ステッカープレゼントします。ありがとうございます。お茶お茶。続いて3人目の方ですね。エータン様、驚いたこと、懸賞に応募していたのをすっかり忘れていて3ヶ月後ぐらいに大きな段ボールが届いたこと、 A 賞一番いいのは当選。すごい、おめでとうございます。っていうことと同時に、忘れていて3ヶ月後またこのね、あれでちょっと諦めがちとか忘れてる時に届いた時ってなんか2倍3倍嬉しいですよね。しかも一番いいのって何でしょうね。これね、大きい箱でね、一番いいのってすごい気になりますね。何だったんだろう。しかもまあね、なんか宝くじと違って応募したのに忘れちゃうっていうところのね、この感覚もちょっと可愛らしいなと思うんですけども、ステッカープレゼントします。お茶。さあまだまだいきましょうか。続いてなんですが、お茶娘様ですね。あ、なんかお茶以降にかかってるのかな、どうなんだろうか。34年前、長男を里帰り出産した時のこと、お産をして1週間ほどして退院したのですが、退院するとき化粧をして院長先生にご挨拶に行ったら、君だったのかと驚かれました。そんなにノーメイクは違うのかなと落ち込みましたが、今ではいい思いです。すごい、
おじゃんこれまあねあるあるあるって言っちゃうとまたこうねなんかこうちょっといろいろと置かれちゃいそうですけども、まあでもある意味ねメイクをして変わったっていうことはねメイクのちゃんと効果があったってことだと思いますけど、34年前のことを覚えてるっていうのはやっぱこう相当脳裏に刻まれたびっくりショックな出来事だったのかもしれませんよね。まあ、驚いたってやっぱり確かに今ですとメイクもそうですけどあのマスクねやっぱりこれもうニューノーマルになってる中でマスクをしてるシーンしか知らない人を外してとかあとオンラインが当たり前になってきてオンラインって大体座っててねで実際になったらあ意外と小柄な方だったんだなとかいろんな驚きが生まれてますよね。ちょっとそれに近いのかなっていう形になりますけどね絶対もうすっぴんでもノーメイクでも素敵なお茶娘様だと思ってます。ステッカー差し上げます。ありがとうございます。おチャイコ、いろんなエピソードありますね。面白い。もう一方、今まで驚いたこと、モン吉様です。昨年のお話ですが息子が北海道から連れてきた猫が冷蔵庫にあったフグ刺しを全部食べてしまいました。お買い物からか帰ってきてびっくり。可愛いから誰を恨んでいいのやら。そんな、ちょっとこれは相当びっくりしますよね。もしかしたらですけど息子さんには申し訳ないですけど息子さん説もないんですか。どうそれはちょっとごめんなさいね。もしかしたらもうねだって猫ちゃんがカチャってあげてピョンってフグ刺しってね結構なアクションですよね。ねえ、いやでもびっくりしますね。でもあれかな、もしかしてここからフグ刺しがちょっとついてたから間違いないのかな。びっくりですね。ステッカー差し上げます。お茶お茶。そしてもう一方、この方は、ショップチャンネルに対する意見ということなんですけども、夫にも録画したお茶行こうを見せています。ありがとうございます。クリアラキャストのお茶行こうチャッチャチャを、あそうだクリアラキャストのおう茶行こうおうチャッチャチャ、ことあるごとに口ずさんでいます。本当に楽しく素敵な交換ありがとうございます。いろいろありますが楽しく明るい気分になります。ありがたい限りですね。そんなことをおっしゃっていただいて、おうちゃちゃちゃお茶おうちゃいこうお茶お茶自分で押すっていうね、自分で言いなさいよって話あるんですけど、いやでもね嬉しいですよね。前の投稿でも洗濯物干してる時にお茶って言っちゃったとか、島田キャストもついて車運転してる時に出ちゃったって。でこの個人的にお店でねお茶をちょっとこうリクエストしたい時だったんですよ。お茶って言った方がいいかなってちょっと悩んだ時あったんですよね。誰にもわからないっていうね、自分だけの悩みだったんですけど、今度行ってみてねちょっとざわついたら嬉しいななんてね。ステッカー差し上げます。ありがとうございます。で今録画ってありましたけども、実はこのお茶以降は YouTube でも実はご覧いただけますので、ぜひですね、録画もありがたいんですが、録画もしてもらいながら生で見てもらいながら見逃したっていう方はぜひ YouTube を見てみてください。改めて今週のテーマは今までで驚いたびっくりしたこと、どしどし投稿お待ちしておりますので、ぜひいっぱい送ってください。さあこの後なんですが、過去キャストで通すだけでアレンジ上手にスカーフリングが登場します。いや素敵、あ動いてる動いてる、あこういうことですね。ぜひご覧ください。ぜひこの後も素敵な午後をお過ごしください。ハバナイスティー。津々浦々を駆け巡る日本を見つけよう、ご当地グルメウィーク。日本全国のご当地グルメが勢ぞろい。9日までいつでも美味しい1週間。その